9番タチアナ・マリニナさん、ウズベキスタン。 Number 9 representing Uzbekistan タチアナ・マリニナ。オンダトップをキープしてウズベキスタンのタチアナ・マリニナ最終滑走を待ちます。ショートプログラムは第3位、順位点でトップに躍り出ましたオンダ・ヨシエ。あとはこの人のスケーティングです。ビータン作曲のバイオリン曲、甘い悲しみ。オープニングはトリプルルッツから、あっと、コンビネーションジャンプのはずでした。佐藤さん、上位の選手に今日はジャンプの失敗が目立ちますが、何か考えられますか？ですね、やはり先ほど説明した通り、入国してから数日ちょうど経ってるわけで、ここで少し疲れが出てきているのかなと。なるほど。そしてオリンピックのシーズンということで、みんな気合が入っている、うまくやりたいという気持ちで余計にプレッシャーがかかってしまっているかもしれませんね。今のはトリプルループ綺麗でした。98年の NHK 杯のチャンピオンです。その後左足を手術したり、コーチの方が亡くなったりして、さまざまな彼女にも山があったんですが、乗り越えてきました。今の左足踏み切りのサルコーを含め、彼女が NHK 杯を優勝した98年は5種類のトリプルジャンプを正確に綺麗に飛び切っていました。変えてダブルトーループ。来年1月には29歳になりますタチアナ・マリニナ。最後は少し疲れました。しかしこのガッツポーズです。日本にもたくさんのファンがいるタチアナ・マリニナ、ご覧の歓声です。
そして観客の皆さんがもう花束を持って前の方に出てきています。彼女の結果遺憾では音大よしえのグランプリシリーズ初優勝が決まります。ジャンプの失敗がありましたが、こうして気軽にファンにサインに応じているタチアナ・マリニナ、演技の直後でまだこうして息が弾んでいる最中なんですが、この笑顔です。でも最初に、ね、失敗したトリプルルッツを、はい、後半になってからもう一度決め直すなど、まあ、精神的に非常に強い選手だったのがよくわかりますよね。なるほど。後のトリプルルッツを飛んだのは私たちの目の前でした。大きな拍手です。そのジャンプのシーンをご覧いただきましょう。このトリプルルッツ、これは最初の失敗のところですね。マリニナさんの得点、テクニカルメリット 5.2、5.5、5.4。しかし最後まで諦めないその得点がさあ出ました。 5.5、5.4、ベテランマリニナが意地を見せるか。ご覧のように 5.2 から5.5という数字です。あとは表現力で本田と勝負です。ここでこうして見ています。さあどうでしょう。プレゼンテーション 5.3 から始まって 5.4 以上並んで、この瞬間タチアナ・マリニナの NHK 杯2回目の優勝が決定しました。日本の恩田芳恵は第2位、そしてスグリは第7位という成績です。マナー、彼女には知らされてないんでしょうか。ああ、ここで出ました。ここで大きな声が出ました。タチアナ・マリニナ、見事 NHK 杯の優勝を飾りました。3年ぶり2回目の優勝の涙です。Yeah, thank you very much. 演技が終わって最後までわからなかったんですか？ You didn't. Yeah, I think so. フリーの演技では最初にルッツを失敗しましたけれども、その後見事に立て直してきましたよね。Thank you, but this is just mistakes. ありがとうございました。あれは本当単なるミスです。どのあたりが悪かったんでしょうか。I don't know. Sometimes it's happen. I don't know exactly.何がことなのかわからないんですが、なんかちょっとタイミングで悪かったんじゃないでしょうか。でも日本には終わった後も花束たくさんありました。いっぱい大勢のファンがいます。メッセージお願いします。 Yes, I would like to say thank you very much for my fans and I love this country, I love this competition. Everything is here is perfect andI hope so. Maybe next year I am coming again. とにかくファンの方にはありがとうございますということをまず言いたいと思います。日本が大好きですし、この NHK 杯も大好きですし、こちらでの大会は全てが完璧です。また来年戻ってきたいと思っています。最後にソルトレイクシティに向けて意気込みを聞かせてください。No.Do you have any hope for that? I don't know. I would like just skate very good and make everything as perfect. That's it. とにかくすべてを完璧に滑りたいと思います。いい滑りをしたいです。おめでとうございました。Thank you very much. Bye bye. マリニナ選手でした。